大英図書館は、イギリスの国立図書館である。英国図書館とも訳される。世界最大級の約1億7000万点もの資料を所蔵する。世界で最も重要な研究図書館であり、世界的な図書館の一つである。ロンドンのセントパンクラスに、本館、ウェストヨークシャーのボストンスパに文館が置かれている。古今東西の幅広い言語の書籍を収集している。ほか、雑誌。 新聞、パンフレット、録音、特許、データベース、地図、切手、版画、絵画、その他多くの資料を保存している。その2500万冊以上の網羅的なコレクションを数で上回るのは、今やアメリカ合衆国首都ワシントン DC のアメリカ議会図書館のみである。このコレクションに含まれる作品には、紀元前1600年頃の時代にまで遡るものも、ある。 大英博物館図書館といくつかの他の国立図書館との合併により1973年に設立された大英図書館はデジタル、文化、メディアスポーツ賞に従属し法定の本制度の下でイギリス及びアイルランドで出版されたすべての図書を一部ずつ受け取りイギリスの全国書誌を作成する1972年大英図書館法に基づき 1973年に大英博物館図書館を母体として、ロンドンの国立中央図書館、国立科学発明参考図書館、国立科学技術貸出図書館など、既存のいくつかのイギリスの国立図書館が組織的に統合され、大英図書館が設立された。大英図書館の発足当初は、イギリスの景気が長期にわたって停滞した時期にあたり、 新しい図書館施設の建設は行われず、蔵書は、大英図書館に統合された各図書館の書庫に分散して保存された。しかし、資料数の増大とともに、書庫スペースの不足が問題となり、1982年より、ロンドン郊外のセントパンクラスに建設される、新館への移行事業が開始された。1998年、 新聞図書館など専門図書館的な機能を持つ一部の図書館を除いて、大英図書館に所属する各図書館の蔵書が新館に集約され、大英図書館は完全統合した。所蔵資料は毎年300万点程度増えている。大英博物館図書館編集詳細は大英博物館図書室を 参照大英図書館所蔵の図書の大部分は、ハンススローンの蔵書が遺蔵されて1753年に創設されたロンドンの大英博物館に併設されていた大英博物館図書館からのものである。これに加えて、後にコットン文庫として知られるようになるロバートコットンの蔵書、およびロバートハーリーとエドワード・ハーリーによるハーリー文庫も、共にそれぞれ図書館の基礎として利用された。 その後、チャールズ・タウンリーのコレクションと、国王・ジョージ2世の1万7千冊の蔵書が、1757年に、図書館に寄贈された。1823年、国王・ジョージ3世の施設文庫であった、キングズ・ライブラリーの6万5千冊の書籍が図書館に、統合された。1846年、トーマス・グレンビルの蔵書の写真が加わった。 新しく取得した図書のための書庫スペースが不足したため、大英博物館は、モンタギューハウスから、1823年から1826年に、モンタギューハウスの庭に建てられた建物へと移転した。なお、この建物は、今もなお、大英博物館の本館として使用されている。1857年に開館したドーム型の図書閲覧室は、 世界で最も有名な図書館建築の一つであった。初めて図書館の蔵書の目録を作成したアントニオ・パニッツが大英博物館の館長を務めた1856年から1866年の間に大英博物館図書館の蔵書数は100万冊に達した。大英博物館図書館は1950年から英国全国書士の作成準備の責任を負った。 大英博物館図書館の利用者の中には、チャールズ・ディケンズ、ウラジー・ミル・レーニン、カール・マルクス、ジョージ・バーナードショー、バージニア・ウルフ、港クマグスなどの著名人もいた。例えば、カール・マルクスは、毎日図書館に通い詰め、著書、資本論の一部を大英博物館の資料をもとに、図書閲覧室で執筆した。ウラジー・ミル・レーニンは、ジェイコブ・リヒテルという偽名を使って、 1902年から1911年の間に数回大英博物館図書館を訪れた。例人は1907年に大英博物館図書館について次のように記している一言言わせていただくと大英博物館ほどの図書館は他にはありません。他のどの図書館よりも蔵書の差が少ないのです。その他の前身機関、編集大英図書館のもう一つの重要な 構成要素は、1851年の特許法に、遡る英国特許局の図書館である、1855年に、開館した特許局図書館であった。特許文書の保管場所の不足に悩まされて、早数年が過ぎた後、特許局図書館は、大英博物館図書館と提携を結んだ。1962年に特許局図書館は、 国立科学発明参考図書館と解消した。1916年には学生中央図書館が創設され学生に教育の場を提供した。1927年に学生中央図書館は図書館間相互対策のための中央情報センターとして提案された。1931年に王室認可を受けて学生中央図書館は 国立中央図書館と解消された。また、1916年に国立科学技術貸出図書館が創設された。国立科学技術貸出図書館は、1961年からボストンスパに所在し、1973年に大英図書館の貸出部門と合併した。1950年に設立された英国全国書士の組織は、 大英博物館図書館の支局として、イギリスで一週間のうちに出版されたすべての図書の一覧表を作成する作業を担っていた。インドの独立後、インド小図書館は英国外務省から分離された。インド小図書館の所蔵資料には、イギリス東インド会社の文書が含まれていた。大英図書館の入り口上記の図書館の多くは、膨大な資料の書庫スペースの不足に苦労していた。 1960年に大英博物館図書館は資料の書庫スペースが不足していた特許局図書館と合併した。フレデリック・シドニー・デーントンは1969年に単一の国立図書館及び国会参院会の創設を提案した。1972年に英国議会が大英図書館法を可決したことにより大英博物館図書館は 国立科学発明参考図書館、国立中央図書館、国立科学技術貸出図書館のような国家として重要ないくつかの図書館と合併した。大英図書館の設立をもって、大英図書館は納本を受け取る権利及び全国書士の作成業務を引き継いだ。正式には1973年7月1日に設立された。大英図書館の監督責任は、 大英図書館理事会が追うことになった。1974年には英国全国書士と科学技術情報局が大英図書館に加わった。1982年にインド局図書館が、1983年には大英六音音教研究所がそれぞれ大英図書館に統合された。大英図書館の本館は1998年にロンドン市、 カムデンクのセントパンクラスに建てられた新館に移転した。2003年には270曲の楽譜を含むロイヤルフィルハーモニック協会の資料が大英図書館に100万ポンドで売却された。大英図書館の内部イングランドにおけるノーフォン制度の歴史は1610年にトーマス・ボドリーが書籍出版業組合と協定を結んで同組合が登録したすべての書籍を一部ずつ ボドリー図書館に収めさせたところまで遡ることができる。1662年出版許可法により、王室図書館に対する最初の法定の本制度が敷かれた後、幾度かの制度の改定を経て、1911年著作権法の成立により、大英図書館及び、イギリスとアイルランドにある他の五館の農本図書館が、イギリスで出版。 または反布されたすべての出版物を一部ずつ受け取る資格があることを保証する現行の法廷の本制度の基礎が確立された。大英図書館以外の五館の農本図書館とは、オックスフォードのボドリー図書館、ケンブリッジの大学図書館、ダブリンのトリニティカレッジ図書館、スコットランド国立図書館、ウェールズ国立図書館である。これらの図書館の中で上記の五館については、 納本を受ける資格は与えられているが、実際に納本を受けることができるのは、出版日から12ヶ月以内に納本エージェンシーを、返して出版社に納本の請求をした場合に限られるのに対して、大英図書館は、イギリスで出版されるすべての出版物を出版日から、起算して1ヶ月以内に、自動的に一部ずつ受け取ることになっていて、出版社に納本を義務づける。 唯一の法定の本図書館である。また、1869年以降、大英図書館はイギリスで印刷されたすべての新聞も一部ずつ受け取っている。さらに、アイルランドの著作権法の条項のもと、アイルランド国立図書館、ダブリンのトリニティカレッジ図書館、リムリック大学の図書館、ダブリンシティ大学の図書館、アイルランド国立大学を構成する4大学の 図書館と並んで、大英図書館は、アイルランドで出版されたすべての図書を一部ずつ、自動的に受け取る資格を有する。ボドリー図書館、ケンブリッジ大学図書館、スコットランド国立図書館、ウェールズ国立図書館も、アイルランドで出版された資料の納本を受け取る、権利があるが、イギリスでの法廷納本の権利と同様に、出版社に正式に請求した場合に限られる。 2002年12月にイギリスのクリスモール下院議員が議員立法法案を提出し、後に2003年法廷納本と所管法となった。この法律は、それまでのイギリスの著作権法による法廷納本制度の対象に含まれていなかったマイクロ携帯資料や CD ロム、電子ジャーナル、生鮮されたウェブサイトをはじめとする、 電子出版物などの非印刷出版物にまで納入対象を拡大するものであり、イギリスの新しい法定納入制度として2004年2月1日に施行された。大英図書館は、その設立の経緯からイギリスの旧王室図書館を経て大英博物館に集められた蔵書を数多く所有し、世界中の3000年分にわたる写本。 気候本といったものが多数蔵書として管理されているのが特徴である。古書や外国文献の収集も盛んに行われている。また、セントパンクラス館内には、人文、科学技術、貴重書、趣向、東洋、インド文献などの複数のテーマ別閲覧室が設置されている。大英図書館の蔵書は、毎年およそ300万冊のペースで増加しており、1日、 あたりに換算すると、毎日8000冊ほどの新刊が収められていることになる。図書館の書家の長さの総延長は6 2 5トルで、1年に1 2トル伸びている計算になる。所蔵する最古の資料は、中国の甲骨で、紀元前1600年にまで遡る。蔵書の構成は、2500万冊以上の書籍、5800万件の特許。 92万部の新聞、雑誌、160万曲の音楽、800のデータベース、40万リールのマイクロフィルム、800万点の切手、少子、430万点の地図制作用品である。大英図書館の蔵書の中で最も重要なものは、マグナカルタの趣向、ベイオウルフ女児主の唯一保存された、古写本、グーテンベルク聖書、シェイクスピアのファーストフォーリオ、市内写本である。 大英図書館によると、同館の2500万冊以上の蔵書は、これまでにイギリスで印刷されたほぼすべての図書を網羅しているという。さらに、図書の購入については、大英図書館にとって必要なものだけにとどまらない。例えば、2012年に大英図書館は、ヨーロッパで最も古い有名な書き物である、セイカスバートの福音書の写本を購入した。 この写本は、セイカスバートの死後、698年頃に、棺と共に埋められたもので、大英図書館はこれを900万ポンドで購入した。印刷されたものとして、世に知られた、世界最古の書物は、グーテンベルク聖書よりも600年近く前に出された、中国の今後般若境の868年5月11日の、版で、大英図書館に所蔵されている。この サントメール、ボーフォート、パリ、スフォールツアケ、テーマウス城、エティエンヌ・シュワリエの各自動書を所蔵する。また、世界最大の聖書コレクションもダイエート書館に所蔵されており、前述したグーテンベルク聖書と市内写本の他に、グランバルの聖書、フランケンタールの聖書、リンディス・ファーンの福音書などがある。ダイエート書館が選ぶ貴重な所蔵品には以下のような品がある。 客中出店、ありがとうございます。